はい、こんにちは。生物担当の田中隆之介です。今回は発生の実験2回目になります。で、特にね、その発生の実験のお話において、まあ、カドヘリンの話ってまあよく出てくるんですね。で、カドヘリンといえば、細胞間の固定結合で出てくるタンパク質なんですけど、そのね、細胞間の結合も今回の問題で出てくるので、知識をまず最初に確認しておきたいと思います。で、まず、細胞が行う結合、大きく3種類あって、 密着結合、固定結合、そしてギャップ結合とあります。で、密着結合っていうのは、その密着タンパク質っていうのが細胞膜に埋め込まれていて、で、その密着タンパク質同士によるえ結合になります。え、それによって、物質が細胞間を抜けてしまうのを、まあ、防ぎますよと。まあ、抜けるっていうのはね、まあ、漏れ出すってことですね。細胞間を漏れていくのを防ぐ。そして、固定結合というのは、 ま、文字通りですね。えー、細胞間、あるいは細胞と細胞外気質を固定させる、そういう役割があります。そして、ギャップ結合というのは、まあ、細胞と細胞ですね。あの、コネクソンっていうタンパク質を使って、まあ、トンネル作るんですね。細胞間にトンネル作って、そのトンネルを通して、えー、低分子の物質やイオンを移動させることができますよっていう、まあ、そういう結合になります。特に、ね、その固定結合というのは、 えー、細胞同士の固定結合と細胞と細胞外気質の固定結合、まあ。この2種類にまず分けられてで、特に細胞間の固定結合というのは、えー、接着結合とデスモソーブというのが知られています。で、いずれもですね、カドヘリンというタンパク質が絡んでいて、でそこに細胞骨格が連結するっていう感じです。えー、特に接着結合はカドヘリンと アクチンフィラメントによるもの。で、それに対してデスモソームというのはカドヘリンと中間系フィラメントによるものです。で、今回ね、図は書いていませんが、ベーシックの方でこのお話一度説明していますので、そこをね、確認してもらえたらと思います。でまた、細胞と細胞外基質の固定結合はヘミデスモソームっていうのがあって、 で、そのヘミデスモソームっていうのは、カドヘリンではなくて、インテグリンというタンパク質が出てきます。で、えー、それと中間系フィラメントが、組み合わさって、このね、ヘミデスモソームという結合を行います。まあ、それぞれのね、この組み合わせに関しては、覚えておいてください。でまた、今回ね、その細胞間の固定結合で、カドヘリンというものが出てくるわけなんですが、 今回の入試問題においても、このカドヘリンに関する実験がね、詳しく出てきますので、基礎知識について確認しておきたいと思います。で、それをね、こちらにまとめておいたんですけど、まずカドヘリンというのは細胞間の固定結合を行うものですよと。まあ基本的にはカドヘリン同士が結合することで細胞間を固定しています。そして、このカドヘリンには色々な種類があって、それはですね、細胞の種類によって発現する種類が変わっているんですね。 例えば、表皮であれば E 型というカドヘリンが発現していて、また、神経管であれば N 型というカドヘリンが発現しています。そして、カドヘリン同士の結合というのは基本的に同じ種類同士でしか起こらないんですね。なんいうことで、同じ種類のカドヘリン同士で結合を行いますよってことを覚えておきましょう。 だから、例えばね、その E 型カドヘリンと N 型カドヘリンの結合は起こらないんですね。あくまでも、えー、E 型同士のカドヘリンでしか結合できない、ね。N 型同士のカドヘリン同士でしか結合できないという関係になります。また、えー、カドヘリンの結合が起こるには、えー、カルシウムイオンが必要になります、えー。これも知識として覚えておきましょう。カドヘリンの化っていうのはカルシウムイオンの化なんですね。これは本当です。はい。ということで、今ね、ここに、 カドヘリンに関する知識をまとめておきましたので、えー、これも復習の時に確認しておいてください。では、早速入試問題解いていきますが、今回は日本以下の2019年の問題となります。前半に関しては細胞接着の話が出てきます。そして後半はカドヘリンが絡んだ実験問題が出てきます。特に実験問題は共通テストでも出てきそうな問題ですので、ぜひね、今回の問題でどういうふうに考えるのかっていうのを マスターしてもらえたらと思います。では見ていきましょう。動物の細胞接着に関する下記の文章を読み書くといに答えをあ。先ほどね、言い忘れてしまったんですけど、今回出てきた細胞接着っていうのは、基本的にはね、動物において出てくるお話ですので、それはね、覚えておいてください。では見ていきましょう。多細胞動物を構成する細胞は、細胞膜を貫通するタンパク質を介して、互いに接着することができる。 カドヘリンはこのような細胞接着に関わる分子、細胞接着分子の一つであり、カルシウムイオンの存在下のみで働く。まあ、ここら辺ね、先ほど確認したところです。カドヘリンには E 型カドヘリン、N 型カドヘリンなど多くの種類があるが、同じ種類のカドヘリン同士が結合するため、カドヘリンの種類によって細胞は選別される。この細胞接着の仕組みは、動物の器官形成に重要な役割を果たしている。また、多細胞動物の 祖先に最も禁煙な単細胞生物がカドヘリンに似た遺伝子を持つことが報告され、カドヘリンは多細胞動物の出現にも寄与したと考えられていると。まあ、ここら辺はね、先ほど出てきたお話の確認となっています。では次ですね。上皮組織には様々な結合が存在するが、これらの結合にはカドヘリンなどの細胞接着分子が関与している。外界近くの上皮細胞間にはホニャララ結合が存在し、えー、外界からの え、物質の流入や細胞外液の漏れを防いでいますと。えー、ということは、これね、細胞と細胞の間を物質が抜けてしまうのを防ぐよっていう話ですので、えー、あは、えー、密着結合ということになります。では、その後ですね。この他、小さな分子やイオンを細胞間で交換することができる良、e、い結合。だから、これがギャップ結合ですね。 そして、固定結合であるウー結合やデスモソームが細胞間には存在する。まあ、今ね、細胞間と言っていますので、デスモソームともう一つは接着結合になります。はい。ということで、ウには接着が入ります。また、 ヘミデスモソームは、絵と呼ばれる膜上の細胞外気質と上皮細胞の間の結合であるということなんですけど、まあ、今ね、ヘミデスモソームと出てきていて、絵に入るのね、これ何かなってね、思うかもしれないんですけど、これちょっと難しいんですけど、まあ名前ね、だけ確認しておいてもらえたらと思います。えー、こちらは規定膜ですね。まあ、聞いたことはあると思うんですよ。 それはどこかって言ったら、まあ耳の構造のお話ですね。まあ耳のところでね、規定膜が振動するって出てきたと思うんですけど、えー、これってね、実は上皮組織でね、これ出てくる膜になりますので、あの、名前ぐらいはね、あの、知っておくといいと思います。では問いの1番の穴埋めが終わりましたので、問いの2番から考えていきたいと思います。カドヘリンが関与している結合を1群より2つ選び記号で答えよう。 また、その結合において、他の分子を介してカドヘリンと連結する細胞骨格を2群より1つずつ選び、それぞれ記号で答えようと。じゃあ、まずですね。1群の方から見ていきますが、あが密着でしたね。で、い、e、がギャップ。そして、うが接着でした。 はい。この中でカドヘリンが絡んでいるのは、え、と、え、ですね。接着結合とデスモソームになります。でそして、接着結合というのはカドヘリンとアクチンフィラメントが絡んだものですので、だからウに該当するのが、はい、B ですね。アクチンフィラメント。そして、デスモソームというのはカドヘリンと中間系フィラメントなので、まあ、E ですね。 はい、ということで、絵の方は、えい、ー、い、e、と、えー、対応しています。ということで、問いの2番は終了です。では、ここからが本題となります。問いの3番です。カドヘリンによる細胞接着の仕組みを調べるため、カエルを使って以下の各実験を行った。ただし、遺伝子 F と遺伝子 G は異なる種類のカドヘリンを作る遺伝子であり、え、いずれも神経肺からクローニングされた。また、タンパク質を分解する 酵素 Q と R はカドヘリン以外のタンパク質には影響を与えないものとし、培養中に細胞は増えたり死んだりせずカドヘリン以外の分子は細胞接着に関わらないものとしますよと。では実験1から見ていきましょう。神経肺から表皮、神経管神経胎の一部を摘出し、 それぞれ別々のシャーレに入れ、カルシウムイオン非存在化で細胞をバラバラにした。で、ここでね、確認しておきたいのは、この表皮も神経管も神経体も、いずれも発生過程における外胚用に由来するものですね。で、まずはね、カルシウムイオン非存在化でバラバラにしましたと。で、表皮の細胞は、E 型カドヘリンのみを 神経管の細胞は N 型カドヘリンのみを発現していることが知られている。そこで培養液にカルシウムイオンを適量加えたところ、表皮および神経管の細胞は互いに接着して、それぞれ一つの細胞界にまとまったが、神経底の細胞はバラバラのままでしたよと。では、各実験をですね、 ある程度整理しながら考えていきたいと思います。まずね、実験一番では、ね、神経肺から表皮、神経管神経肺をまあ、それぞれ一部摘出して、で、それを、まずはカルシウムイオンのないところでバラバラにしたわけですね。で、その後に、はい、カルシウムイオンをそれぞれに与えて、で、観察してみると、表皮の細胞や神経管の細胞は接着が起こって、神経肺の細胞はバラバラでしたよと。 で、また、表皮では E 型カドヘリン、神経管では N 型カドヘリンが発現しているっていうことがね、書かれていましたので、つまり、表皮や神経管の細胞で接着が起こったっていうのは、これはつまり、カドヘリンによる結合が起こったということですよね。で、逆に、神経体の方はバラバラのままであった。ということは、 そこから神経体では発現していないのかなっていうところまでね、読み取れるかと思います。では今度実験2番見ていきましょう。どのカドヘリンも発現しないカエルの、カエル由来の細胞を2つのシャーレにほぼ同数入れた。1つのシャーレの細胞には遺伝子 F o もう1つのシャーレの細胞には遺伝子 G を導入し、すべての細胞で導入した遺伝子が発現することを確認したと。 で、この遺伝子 F と遺伝子 G っていうのは、それぞれ異なるカドヘリンを作る遺伝子だってさっき出てきてましたね。だから、すべての細胞で導入した遺伝子が発現することを確認したってことは、それぞれの細胞でカドヘリンが作られたってことですよね。そして、カルシウムイオン非存在下では、遺伝子 F を導入した細胞、以下 F 導入細胞と呼ぶ。 もう遺伝子 G を導入した細胞、G 導入細胞もバラバラであったが、カルシウムイオンを加えたところを互いに接着して、それぞれ一つの細胞界にまとまったとあります。はい。ということで、実験2についてもまとめておくと、まずね、カドヘリンが未発現の細胞を用意して、遺伝子 F を導入した細胞と遺伝子 G を導入した細胞に分けましたと。で、そして、 それぞれカルシウムイオンがない状況ではバラバラのままだったんだけど、カルシウムイオンを加えるとそれぞれ接着が起こりましたよ。えつまり F 遺伝子と G 遺伝子はカドヘリンを作る遺伝子だってまあ最初に書いてあったんだけど、そこで、ね、そのカドヘリンを作る遺伝子を導入するとカドヘリンが発現して細胞同士の接着が起こる。まあ、それを確認する実験がこの実験2番ですね。では次実験3番に行きましょう。 実験1の表皮神経管神経体の各細胞、実験2で作った F 導入細胞、G 導入細胞の5種類から2種類を様々な組み合わせで選び、各種類、ほぼ同数の細胞を同じシャーレに入れて混合した。カルシウムイオン非存在下では、どのシャーレの細胞もバラバラであったが、カルシウムイオンを適量加えて培養したところ、 数の A、B、C のいずれかのパターンが観察されたということで、まあそれぞれのね、説明ここにも書いてありますけど、もうズーム見た方が早いですね。すると、まあ A というのは、すべての細胞が、まあ一つのね、塊になったと。で、また B というのは、ね、一方の種類の細胞が塊を作り、で、またもう一方の種類の細胞が塊を作ったと。 そして C のパターンというのは、一方の種類の細胞が塊を作って、もう一方の種類の細胞は細胞接着が起こりませんでしたよっていうことですね。なので、まずね、これをどう解釈するかっていうお話なんですけど、じゃあここでね、今2種類の細胞を白と黒で分けているので、こっちの白い細胞を X、黒い細胞を Y と置くことにしましょう。で、このお話っていうのは、 X と Y でカドヘリンが発現している状況で、同じ種類のカドヘリンが発現しているのか、それとも異なる種類のカドヘリンが発現しているのか、それともカドヘリンが発現していないのか、まあそういうことをね、これ考えていくわけです。はい、そうすると、今、A のパターンというのは全ての細胞、これ白黒問わず、XY 問わず全ての細胞が接着しているので、これは、 はい。え、X と Y で同じ種類のカドヘリンが発現してますよっていうことになります。で、それに対して B はですね、黒は黒、白は白とまとまっていますので、え、つまり、X と Y で異なる種類のカドヘリンを発現してるよっていうことになるんですね。で、そして、C のパターンはね、何を示すかって言ったら、これは、ね、白い細胞は固まった。え、つまりね、白い細胞 X は、 カドヘリンを発現している。しかし、黒い細胞 Y の方は接着していないから、Y の方はカドヘリンが発現していないということなんですね。はい、なので、これは X はカドヘリン発現。で、Y の方はカドヘリン非発現。 というふうに解釈してもらえればいいかと思います。ということで、様々な組み合わせで2種類の細胞を混合して培養した結果を可表に示すということで、じゃあ表の方を見ていきましょう、えー。そうすると、まずね、上から見ていくと、一方は表皮で、もう一方は神経管の細胞。はい、それでは、この場合はどうなったかっていうと、B のパターンになりました。えー、内側で神経管の細胞が集まって、外側で表皮の細胞が集まりましたよと。まあ、それはね、 表皮っていうのは E 型カドヘリンを発現していて、神経管は N 型カドヘリンを発現している。つまり、ここでね、異なる種類のカドヘリンを発現しているから、だからそれぞれで塊を作ったってことになるわけですね。じゃあ二つ目ですね。一方が表皮で、もう一方が神経体でした。その時に C のパターンを示したよと。細胞界は表皮の細胞だった。 つまり、表皮では E 型カドヘリンを発現していて、神経体ではカドヘリンを発現していない。だから、C のパターンになったわけですね。はい。そして、3つ目。表皮と G 導入細胞を混合した場合は、A のパターンになったよと。A のパターンというのは、すべての細胞がね、種類問わず、XY 問わず、接着したということですよね。えということは、今、 表皮の細胞と G 導入細胞は同じ種類のカドヘリンを発現しているということになります。で、表皮は E 型カドヘリンですので、えー、つまり G 導入細胞も E 型カドヘリンを発現していると考えることができます。で、その次ですね。はい、神経管と神経胎の細胞を混合した場合は、その場合はね、C のパターンになりましたよと。 えつまり、神経管は N 型カドヘリンを発現し、神経体はカドヘリン発現していない。まあ、だから C の結果になったわけですね。はい。そして5つ目。え今度はね、神経管と F 導入細胞え。この時は A のパターンを示しました。ということは、今ね、発現しているカドヘリンの種類が同じですよ。神経管は N 型カドヘリンを発現していて、F、F 導入細胞同じ種類となるわけだから、はい。N 型カドヘリンということになります。 なので、特に今のね、お話から G 導入細胞で発現しているカドヘリン、および F 導入細胞で発現しているカドヘリンの種類が特定されたということですね。G 導入細胞では E 型カドヘリン、F 導入細胞では N 型カドヘリンということになります。はい。そうすると、じゃあね、この O カキのところがね、どういうパターンになりますかっていうお話ですね。そうすると、 はい。神経管っていうのは、これ N 型カドヘリンですね。で、そして G 導入細胞は、えー、ここでね、E 型カドヘリンと分かっていました。はい。ということで E 型カドヘリンなので、えー、ここね、異なる種類のカドヘリンをそれぞれ発現していることになります。で、その時のパターンというのは AB になるわけですよね。で、今回ね、 つまりは神経管の細胞と表皮の細胞みたいな感じで考えてあげればいいので、その結果に近いのは一番上の結果ですね。内側が神経管外側が表皮。なので、今回内側が神経管で、外側が今回表皮の代わりの G 導入細胞ということになります。 はい。では、次ね、こちら行きましょう。えー、神経体と F 導入細胞。で、神経体はカドヘリン発現していません。で、そして、F 導入細胞というのは N 型カドヘリンを発現していると、さっきね、ここの実験でわかりました。はい。ということは、神経体の細胞は細胞接着を行いません。で、 F 導入細胞は N 型カドヘリンを発現しているから細胞同士で固まる。ということは C のパターンになるとわかりますよね。今ね、カドヘリン発現しているのは F 導入細胞なので内側が、はい、F 導入細胞、え外側でバラバラのままの方が神経系の細胞ですね。 ということになります。で、最後、F 導入細胞と G 導入細胞ですね。はい、F 導入細胞は発現しているカドヘリンが N 型ですよ。で、それに対して G 導入細胞は E 型のカドヘリンを発現していますよ。ということは、異なる種類のカドヘリンをそれぞれ発現していることになる。ということは、今回のパターンは a B ということになります。 この結果に近いのは、この一番上の結果ですね。内側に神経管外側に表皮ですので、はい、内側に N 型カドヘリンを発現している F、外側に E 型カドヘリンを発現している G 細胞というふうになります。で、実験3番に関しては、もうね、ここに直接書き込みましたので、黒板の方でまとめるのは、えー、なしにしたいと思います。 で、今のね、実験3番に直接絡んでる説問がありますので、そちらをね、先に解説してから、次の実験4番に行きたいと思います。え、丸一番、表のオからキに最も当てはまるものを、えー、あから、ケの中から一つずつ選びましょうと。はい、いうことで、えー、オが、はい、パターン B で、えー、内側が神経管でしたので、答えはイとなります。で、次、はい、かですね。 かに関してはパターンの C で、内側に F 導入細胞が来ていたので、く。そして、はい。キはパターンが B で、内側に F 導入細胞が来ていたので、選択肢は A を選ぶことになります。で、今度ね、丸二番の方ですが、F 導入細胞、G 導入細胞、神経体の細胞はどのようにカドヘリンを発現していると考えられるかっていう話ですが、 これも実験3番の中でそれぞれ確認することができたのでもう答え言っちゃいますね。F 導入細胞は N 型カドヘリンを発現していると特定できたので、えー、答えはいいですねで。そして G 導入細胞は E 型カドヘリンが発現していると分かったので、えー、選択肢は A。そして、えー、神経体の細胞はカドヘリンが発現していない。 ということですので、答えは、え、ということになります。では、実験4番に行きたいと思います。えー、神経肺から表皮の一部を摘出し、3つのシャーレにほぼ均等に分けて入れ、カルシウムイオン非存在化でバラバラにしましたと。で、シャーレ1の培養液に酵素 Q を加え、シャーレ2とシャーレ3の培養液には酵素 Q を加えないで培養したが、 いずれのシャーレでも細胞はバラバラのままでしたよと。次にカルシウムイオンを適量ね、加えましたよと。そしたらシャーレ1の細胞はバラバラのままであったが、シャーレ2とシャーレ3では細胞界が形成された。つまりバラバラのままだったよってことはカドヘリン同士の接着が起こらなかった。塊が作られたよってことはカドヘリンの接着が起こったということですね。 で、その後、えー、今度ね、カルシウムイオン存在下で、シャーレ2の培養液に酵素 Q を加え、シャーレ3の培養液には酵素 R を加えて培養を続けたところ、シャーレ2では細胞界が維持されました。そして、シャーレ3の細胞はバラバラになりましたよということですね。では、実験4番の話を黒板でまとめていきます。 はい。では、実験4番について整理していきたいと思います。まず、えー、表皮の組織を取り出して、で、それをカルシウムイオン非存在下で、まあ、バラバラにしたわけですね。で、その時に、シャーレ1だけ酵素9加えました。で、それ以外は加えていないわけです。で、今回ね、そもそもカルシウムイオンが存在しないので、カドヘリンが結合を示さず、まあ、バラバラなんですよね。で、今そこに、シャーレ1だけ酵素9を加えていて、さあ、どうなるかっていうお話です。 じゃあ今度ね、各シャーレにカルシウムイオンを加えました。えー、そしたら、シャーレ1は、はい、バラバラのままでした、えー。それ以外は接着を示した。じゃあここからね、何がわかるかって言ったら、酵素9というのはカルシウムイオンを加える前の時点でカドヘリンをまあ分解していて、 だから、シャーレ1だけカルシウムイオンを加えても接着が起こらなかったんだなって考えることができますよね。で、このバラバラっていうのが、下線部1でのお話ですよね。で、その後ね、シャーレ2、シャーレ3には続きがあるんですね。今度、シャーレ2の方には酵素 Q を加えて、さらにシャーレ3の方には酵素 R を加えましたと。 で、今ね、カルシウムイオンというのは存在化なわけですが、その時に酵素 Q を加えたが、接着は維持されたままでしたよ。えつまり、酵素 Q というのはカルシウムイオン存在化だとあ、カドヘリン分解しな,しないんだなっていうことに気づくと思います。で、それに対して、今ね、カルシウムイオン存在化で、はい、酵素 R を加えている。はい、そうすると、 表皮の組織はバラバラのままだった。表皮の細胞はバラバラのままだったっていうことですね。はい。で、これが、下線部2のところのお話になります。つまり、このね、酵素 R というのはカルシウムイオン存在下でカドヘリンを分解しているわけですね。ということで、酵素 Q はカルシウムイオンがないときにカドヘリンを分解しました。 ということで、河川部1に関する選択肢としては、うが答えですね。こちらが、はい、カッコ1番の答えになります。でまた、河川部2のね、バラバラというのは、酵素 R によるものでしたよね。でまた、酵素 R というのは、カルシウムイオン存在下でカドヘリンを分解していることが確認されたので、答えは、えということになります。はい、こちらがカッコ2番の答えです。 そして、もう一つは、酵素 Q の働きについて実験結果から導かれる結論をね、2群から選んでくださいっていう問題ですね。はい。で、それに関してはね、酵素 Q というのはカルシウムイオンがないところでカドヘリンを分解して細胞接着を妨げた。しかし、シャーレン2の続きの実験でカルシウムイオン存在下ではカドヘリンを分解しないことが確認されましたよね。 ということで、酵素 Q は、カルシウムイオンがない時にカドヘリンを分解し、カルシウムイオンがあるところではカドヘリンを分解しない。ということになります。ですので、こちらのね、答えは D ということになります。ね、カルシウムイオン非存在下では、ね、カドヘリンを分解する。まあ、これがシャーレ1で確認されたことですね。で、またカル、カルシウムイオン存在下では分解しない。えー、これはシャーレ2で確認されたことです。 はい。ということでね、えー、最後の答えは D でした。ということで、今回はね、少し長めの実験問題を扱いましたが、一つ一つ丁寧に整理し,していくと、まあ普通に正解って導けるってわかりますかね要は一見ですね、なんかこれ見たことないぞ、またはね、難しそうだなと思っても、一つ一つね、きちんと丁寧に整理していけば、おのずとね、答えが出てくることって多いんですね。 共通テストで既でに実施された問題や思考調査の問題を見てみると、そういった問題って結構多くあります。だから一見難しそうなんだけど、だけどね、いざ整理してみると、まあ普通に答えが出てくる、そういう問題結構多いんですよ。ですので、見た目に惑わされずですね、まずは一つ一つ丁寧に整理してみる。それをやってみてもらえたらと思います。ということで、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。